そんな中ね、今日は初めてのアプローチということで、五老星たちの納得できる終わり方、龍馬 IR さん発表ありがとうございます。前回シャンクスのトルを、悪魔の実を奪い取ると考察された方がいましたが、それを参考にニカではなくオペオペだとどうでしょうか。病と生まれてきた時代が早く世界をひっくり返せなかったロジャー、一方政府は不老不死、シャンクスはニカイコールルフィを不死にし世界を変えたいと願うかもと。四校それぞれが、まあ、ワンピースを取りに行こうって言うんすけど、小田先生はおそらく意図してその取りに行くの取るっていう漢字を書き分けていると。カイドウとビッグマムがワンピース取りに行くぞっていう時は獲得の書く取るっていう漢字になってるし、マギーに関しては半端なもんばっかり求めんな、一番欲しいものに手を伸ばせ、ワンピースを取りに行くぞって言った時の取るは普通の取得の取るなんだよね。シャンクスは有名なんだけど、そろそろ取りに行こうかベック、ワンピースっていう時の取りに行こうかが奪うっていう感じなんですけど、前回のライブのスパチャでゴムゴムの実を奪ってやる、ゴムゴムの実を取ってやるっていうのをドレスローザでジーザスバージェスがメラメラの実をサボに取られてしまったけど、タダでは帰れないからゴムゴムを奪ってやるっつってルフィをまあ襲ってきたと。でこの取るの感じが奪うっていう感じと一緒だから、シャンクスっていうのは悪魔の実を取ろうとしてるんじゃないかっていうね、ラクテルに行って。だからワンピースっていうのは悪魔の実なんじゃないかみたいな考察を前回してくれた方がいらっしゃって、同じ感じだからっていうことからね。でその方の考察をまあ参考にして、じゃあ何の悪魔の実を取ろうとしてんだろうねっていう、そっちの方が気になったわ、続き送ってくれねえかなみたいな話で終わったと思うんだよね確か。誰かを殺してまで取らなきゃいけない悪魔の実ってもう2かぐらいしかなくねえかっていう話で終わったと思うんですけど、この方がミカじゃなくてオペオペの実だったらどうでしょうかみたいな話だよね。だからシャンクスが狙ってんのはオペオペの、というかそうなるとワンピースイコールオペオペの実になっちゃうんだけど、まあそうではないってことなのかな。シャンクスが奪おうとしているもの、まあワンピース取りに行くぞって奪うって感じで使ってるんだけど、オペオペの実だとしたらどうでしょうかみたいな。確かにロマンスドーンの話はさせていただいてますけど、ロマンスドーン25年前に小田先生が読み切り作品としてワンピースの前に書いた漫画ですけど、そこにはモンキー・ディ・ルフィが出てきたり、ゴムゴムの実が出てきたり、ガープとそっくりなおじいちゃんが出てきたりって言いましたけど、そのガープにそっくりのおじいちゃんがルフィのゴムゴムの実に対して50億の価値があるって言うんだよね。でワンピース本編で50億の価値があるのはオペオペの実なんだよね。ゴムゴムの実には50億の価値とかって概念はないんだけど、悪魔の実に対してこいつが50億で取引されるってドレイクのお父さんだっけ、あれあいつが言うんだよね。つまりあれは読み切り作品だから、ワンピースの世界のゴムゴムの実も50億なのか、あれはロマンスドーンの設定だけなのかは分かんないけど、でもおそらくそのままトレースじゃん。ロマンスドーンの設定はそのままトレースとして来てると思うんだけど、モンキー D ルフィっていう名前だしさ。ということはオペオペの実とゴムゴムの実が50億って同じ価値っていうことなんだよね。でそれこそユデロンさんとかの考察だって、それが綺麗に描かれているっていう考え方をしてるんだよね。オペオペの実とゴムゴムの実で、それを食べてしまった少年ローとルフィ、そこにコラソンとシャンクスっていう恩人がいるみたいなさ、このオペオペの実とゴムゴムの実、その悪魔の実を食べてしまう少年とそれの恩人みたいなのが綺麗にこうバシッと配置されてるっていう考え方なんですけど、そう考えていくとローが食べたオペオペの実っていうのは、まあ不老手術ができるっていう悪魔の実っていうことは明かされてるし、イム様が苦労である描写もあるんで、オペオペの実が今後めちゃめちゃキーになってくる。オペオペの不老手術とか、過去にオペオペの実の能力者だったやつ、イム様を不老手術したやつっていうのが過去編で明かされる日が来ると私は思ってますけど、オペオペの実っていうのは非常に重要な鍵を握ると。その中で俺の感覚では過去重要なんだよ、イム様を不老手術したそいつとか、そいつの人物像とか、だからその辺が重要なんだなと思うんですけど、多分この龍馬イルさんはオペオペの実っていうのはここから先もめちゃめちゃ大事になるはずだと、むしろシャンクスが手に入れようとしてくるんじゃねえかっていう、そういう構想なんですけど、それはそれで楽しいですよね。シャンクスがなんかちょっと悪役になっちゃうけどね、まあ、世界をひっくり返すためとはいえ、ロジャーの悲願を何とか果たしたいためとはいえ、オペオペの実を食べた少年ロー、こいつを殺すってことだもんね。殺してオペオペの実を奪うのか、ニカを殺させたくない、世界をちゃんとひっくり返させるために不老手術をしろって命令するってことだもんね、シャンクスがローに。お前は死んでしまうけど世界はひっくり返る、だからルフィを不老にしてくれって言っちゃうってことだもんね。で、あと王道の少年漫画的に主人公が不老になっていいのか問題ドラゴンボールでも何度も思いました、少年の俺は、いやもうとっとと不老不死にしろと、悟空を、悟空かご飯をとっとと不老不死にしろと、最低でもデンデは不老不死にしとけと、
神様とデンデをまず不老不死にしろと少年の私は思いました。その辺がねちょっとね、いやでももうその少年漫画の性質上そんな安心を作っちゃいけないと。いや本当に思ってたよ俺、最低でもデンデは不老不死だろうっていうね。でこのコメントにもローは誰に不老手術するんだろうってありますけど、俺ローは不老手術して死ぬ未来はないと思ってんだよな。そういう風にして死んだやつが過去にいるってことを後から語る上でこの設定が大事だった。ドフラミンゴはローに不老手術を自分に施させて世界の実権を握ろうとしたけどそれは失敗したと。なので未来不老にすることはないと思うよな。むしろ不老手術を解除できないのかな、ローとかは。イム様が不老のままだと物語って終わんなくねとも思うんだよな。だから殺すのか成仏させるのか不老手術を解くみたいな話になるのか、最後イム様も幸せになんなきゃダメだとは思うんだよな。ただ因果応報みたいなのもあるから悪いことしてたやつは罰は受けてほしいんだけど、封印になっちゃうな。そうなるとな、イム様の不老手術を解除する役目をローが担うんだったら熱いは熱いんだけどね。めっちゃ大事なキャラクターになるん でこのチャンネルではもう断言何回もしてますけど、イム様被害者説、被害者にしか絶対にならないと。この設定を見返せば見返すほど、だって900年前の戦いにまあ勝ったけどネフェルタリ・ディ・リリューを思い続けて肖像画もあった上で800年間ずっと来てて、で冷凍保存された麦わら帽子見たりしてるわけでしょ。本当は世界の王なんだけど自分の存在っていうのは世界に伝わっちゃ絶対にいけないから、花の部屋っていうところに800年間ずっといて、何が楽しいか蝶々と戯れることぐらいしか楽しみがなく、ご老星に歴史より消すべき灯火を教えてくださいって言われたらそれを教えるみたいなさ、800年間続けているわけでしょ。でビビが欲しいっつってネフェルタリ・ディ・リリーの影を追って900年前のその感情をビビにぶつけると思うし、当時のジョイボーイに対する感情はルフィにぶつけるだろうし、当時の人魚姫に対する感情は白星にぶつけるだろうし、800年間ずっと我慢し続けてきたというか、花の部屋に閉じ込められてるかは分かんないけど、設定見返せば見返すほど被害者にしかならないと私は思ってんですよね。でそれこそ最終局面っていうのがアーロン編とのリンクになるんじゃないかっていう考察を私はさせていただいてますけど、あそこで開口しなきゃいけなかったのがナミなんだよね。アーロン編ではナミっていうのはアーロンパークの一番上の測量室に閉じ込められて鎖で繋がれてみたいな、で改造を欠かされ続けて、でルフィがそれを見つけてこのペン血ついてんじゃねえかみたいな、でその部屋をぶっ壊し始めてアーロンパークごと壊すっていう、ナミを解放する一撃でもあったんですよね。ルフィこの場所を壊してくれてありがとうっていう、こんな場所あるからいけねえんだっつってアーロンパークごと測量室を壊すっていう流れだったんだけど、そこでイム様が解放されなきゃなんか気持ちくはないよね。だってイム様野放しにすることもダメだしね。そのまんま恨みつらみのゴンゲみたいなキャラクターになりそうだしさ、だからやっぱり解放とか成仏させるとか、それこそ封印とか、あとは殺しちゃうとかね、なんかそういうことだと思うんだけど、最後イム様殺すってないじゃん。わかんないけどイム様をどんな悪党に描くかで殺していいかもしれないけど、やっぱり解放っていうことになると思うんだよね。その奴隷たちも解放するんだけど、イム様すら解放してあげる戦士にルフィがなるんじゃないかっていうね。マリージョは花の部屋を壊すことで、だからその解放が何を意味するのか、その成仏みたいなことになるのか、封印みたいなことになるのか、それとも本当に心を入れ替えるみたいな話になるのか、あとはホーディ・ジョーンズたちみたいに夢のパワーアップの時間は終わってもうおじいちゃんみたいになっちゃう、浦島太郎の玉手箱みたいな話ですけど、あれはおじいちゃんみたいになっちゃったエンドになるのか、インペルダウンにちゃんと閉じ込めるみたいなエンドになるのか。納得できっかな。でもな、インペルダウンに鎖でがんじがらめにした状態でイム様とご老星を閉じ込めて、次はどんなロマンを追いかけようかで納得できっかな読者ね。納得できないよな。イム様五老星をインプルダウン入りさせてもさ、イム様五老星をレベル6にぶち込んで終わりはねえよな。でもこう考えて想像したことねえわ。最後イム様と五老星どうなるのがベストかっていう。パターン A がレベル6幽閉。海楼石でがんじがらめにしてイム様と五老星をレベル6に幽閉させる。パターン B はやっぱり成仏というか滅ぼすっていうことだよね。五老星とかが、まあ、イム様が生み出した怪物たちなんだとしたら、イム様にダメージを与えることとか、イム様を攻撃することによって五老星を滅ぼすことができるんじゃないかっていうね。
いやでも五老星はなんか幽閉とか解放とか気持ちを入れ替えてとかなんかそういうことじゃなくて、もう殺さなきゃダメな気がするよね。人を虫けら同様に扱って殺したり飲んだりずっとしてきたわけでしょ。で心入れ替えましたっつってサタン星とかと歩んでいける自信はないよな。そう考えるとやっぱ殺さなきゃダメだよな五老星たちはね。朽ち果てていいな。うわもしもしで、パターン C としては、ウォシュウォシュ大活躍だよね、おつるさん。ウォシュウォシュの身で、イム様も五老星も心が綺麗に洗濯されている状態。結構雑じゃねあれ。ウォシュウォシュの身っつって、洗濯されてるみたいになってるけど。で、まあ、心が綺麗になるってことだよね。まあ、時々で8000億年後に飛ばすとかね。1兆年後に飛ばすとかね。時々で1兆年後に全部飛ばしていったら、時々の身最強だからね。どうなるのかということでね、このチャンネルではイム様が被害者なんじゃないか、イム様を救ってあげる物語、イム様を解放してあげる物語っていうのに最終的にはなるんじゃないかという予想をこのチャンネルではしておりまして、それが覆るような新情報が出ない限りはこの説をもうベースに考えていきたいなと私は思ってるんですけど、そんな中ね、今日は初めてのアプローチということで、五老星たちの納得できる終わり方、レベル6幽閉なのか、それともおしおしの身で心をきれいにさせるのか、納得のできる終わり方っていうのをね、まあ、これからも想像力豊かにね探っていきたいというところでございます。